はい、おはようございます。カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日はついに届きました GoPro で撮影しています。で、モードは 2.7K で撮影してるんですけども、まあ 4K で撮影しようかなっても思ったんですが、多分僕パソコンを買い替えるか迷ってるぐらい、ちょっと今パソコンが古いので、多分4K だと重すぎると思って 2.7K で撮影しています。で、詳しい設定はですね、まだ全然わからないので勉強中ということで、まあ、今後ね、ちょっとずつこう改善できていたらなと思っています。で、先に GoPro の本体が届いてしまって、マウントだったりだとか、あと外部マイクがつけれるように、カチッとはめる部分もつけて買ってるんですよね。で、それがまだ届いていないので、とりあえず家にあったものを使って撮影しています。まあ、どんな風に映っているのかっていうのもそうですけれども、今までのアクションカメラでこうどうしてもこう音声がなかなか拾えなかったので、まあ、その音がね、綺麗に拾えるようになっているといいなと思っているので、まあ、とりあえずこうテストっていう形で今日は撮影してみたいと思います。まあ、でもね、なんか GoPro を持ってるとね、なんかこう YouTuber っていう感じがしますよね。こう、まあ、憧れというかこう一つ目標が達成できたっていう感じですかね。まあ、チャンネル登録者数が1000人超えたので、まあ、どこかで買おうかなって思っていたんですけれども、まあ、無事で購入して物が届いたので、早速使ってみてるんですけれども、使い始めてあっと思ったのが、ですね、また開封の儀をするのを忘れていました。やっぱりこう目の前に物が届くとついすぐ開けちゃうんですよね。で、開けてしばらくして、こう、しかも開け方の動画をこうどこから開けていいかわからなかったので、YouTube でこう探してこう封を切り始めて、切って中身を出してから、あ、そういえばこれを僕するつもりだったと思って、動画を撮るのをすっかり忘れていました。ということで開封の儀はまたなしですね。まあ、開封の儀も僕の場合しなくていいのかなという気もしますね。もう開けるのを我慢するっていうことができないので、もう届いたらすぐ開けちゃいますから、なのでもうそれはなしということで、早速撮影してみています。で、まあ、せっかくね、外部マイクでつなぐ部分をつけて買ったので、違いが分かるとよりいいのかなと思っていますので、まあ、エンジン音とかね、会話の音とか、あと風切り音がどれぐらいこう防げるのかみたいなものも多分設定で変えれると思いますので、まあ、その辺もね、ちょっと勉強してみたいなと思っています。ということで、とりあえずテスト撮影でした。カズヤの孫でした。ありがとうございます。失礼します。